カロリーネ・エンゲルベルテ・フェディーチタス・フォン・マンダーシャイト・ブランケンハイムは、リヒテンシュタイン公、アロイス・一世の妻。マンダーシャイト・ブランケンハイムハクヨハンビルヘルムと、その妻のリンブルク・シティルム伯爵夫人、ヨハンナの間に生まれた。1783年11月16日に、アロイス・一世と結婚したが、夫との間に子供は生まれなかった。カロリーネは、 オーストリア軍の陸軍隊員、フランツ・フォン・ランゲン・ドンクと長く愛人関係にあり、二人の間には一男一女が生まれた。息子のカール・ルートビ・ヒホン・フリーベルト施策は、母親からモラビアのディバーク及びポレーラ・ラディッツの所領を受け継いだ、ほか、1813年にはエステルハー・ジ家から妻を迎えた。1805年にアロイス一世が死ぬと、 その弟のヨハン一世ーゼフが、リヒテンシュタイン家を継いだ。カロリーネは26年の家父生活を主にウィーンで過ごし、1831年に死去した。ありがとうございます。